最強タッグ決定リーグ戦スーパー予選第一試合おいやい始まりました。言えてた、すごい。ありがとうございます。予選第一試合がちょっとね、怪しかったんですけど、ね、そこ確かに練習してなかったもん、そこだけ。確かに。ここからね。確かに。確かに。なんすか、そのトップさんの。ちょっとね、流行ってるって言います。確かにっていうのがいいんですか。そう。いや、確かに。確かに。そうそうそう。いや、これから半年間に及ぶね、長い長い戦いが繰り広げられますよっていう大事な第一試合なんですよ。確かにとか言ってる。いや、おいバカにしてんのなんだよ僕がなんか台本読んでる間に何かあったの何でもなんです。強さの言語としてちょっと教えてよ、それ何なの。いや、そんなことよりも先に気になっちゃって進めないんで結構たくさん詰まってるんですけど、有名な方の口癖みたいな感じです。有名な方の口癖なんだ、はいはい、それを真似してる、うん、あ、そうなんだ、はい、大丈夫です、使ってもいいですよ、うん、了解です。いや絶対了解してるでしょ。ということで、はいね、第一試合なんで、うん、まずは自己紹介をさせていただきましょう。はい、じゃあ僕からいいですか。はい、おっと、はい、最強タッグ決定リーグ戦2連覇経験しております、実吉です。おー、2連覇してたんだ。そうそうよ。え、なんで記憶に残ってないですか。あ、私の後にそうだ。私と一緒に優勝した後に優勝してた。そう。その後に。そうなのよ。あ、そうだ。だからミサオちゃんとタッグ組んだ時は、うん、ミサオちゃんに頼って、うん、ミサオちゃんの力で優勝したんじゃないかって言われたんですけど、そういった世の中のですね意見を、うんうん、その2連覇という実績によって僕はですね封じてきたと、うん、いう実績がございますので、今回、ね、3度目の優勝狙っていきますよ。お、今回敵だけど、うん、はい、確かによろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。私みんなとなったことある。おー、全員とタッグ。あっちゃんは今日初めて会話だけど。あ、そうなんですか。はい、そんなそんな、じゃあそうそうそう、僕、はい、そうですよ、はい、US スタンダードさん、そう、US スタンダード、僕、名前ここじゃないですよ、別に名札みたいに、僕、名札で来てるわけじゃないんで、全然僕ね、名前もそうそう、ムムなんですけど、はい、はい、よろしくお願いします。ムム、間違いです。僕、タッグ戦ですか。僕、決勝行ったことないですよ。はい、だから今日、初めて行けるんじゃないかと思って、僕、すごい嬉しいですよね。なんか必須さんてもらえるんじゃないかって。はいはい、もちろん。何ちょっともう軽薄なフムードになってる。いやいや大丈夫です。まあ第一試合だから、はい、こんな感じで噛み合わないっていうのもあるよなと思って。もう噛み合ってるじゃないですか。そういうこと言わないでくださいよ。そう、そう、今から始めようって時に。いや、ぜひね。はい、はい、本当に噛み合ってないな。コンビネーションを分かりました発揮して、はい、全然コンビネーションやっていきましょうよ。あれよ、レジュメには縁もなんか縁がすごいあるメンバーみたい な, そうなんですか。縁ありますよ。何ですか。だってさ、僕ムムさんと付き合い長いですけど、未だに人間の心を持ってる瞬間って見たことないですよ。ね、全然コミュニケーション取る以前の問題じゃないですか。それ上辺だけなんだなっていうのは分かったんですけどここまでかっていう、カメラが止まってもそんなに予想してほしいかっていう。今日も僕ね、集合時間の15分前ぐらいに来たのかな、はいはいはい、ムムさんの車見えてたんですよ、はい、見えてたんですけど、ムムさん運転席に座ってらっしゃった。全然出てこない2分前になる前出てこないですもんね。まあ何回か見てましたからね、フィスさんのことも。そうですよね、はい、いるなと思って。今日からペアでやっていこうってことが、はい、ね、こうなんですか、張り切ってたら、はい、そういうことするかなっていうまあ井の一番にね駆けつけて、そうそうそう、今日よろしくお願いしますっていうコンビ名どうしますとかね、はい、一切なかったんでちょっと先行き怖いですけど、はい、考えたんですか。あ、コンビ名、そう、コンビ名聞きたい。いや、まあ、これまだ考えてないですよ。だから2分前に出てくるからいや、だから15分前に出てきてくれたら、そらね、バシッと決めてたけど、ここでお伝えできたんですけど、まだ決まってないです。そっちはもう決まってます。お、決まってますよ。そちらの自己紹介お願いします。はい、オタパチチームのミサオです。よろしくお願いします。なんて言ったんですか。私たちチーム。オタパチチーム。なんだ。オタパチチーム。そういう名前なんだ。はい。そうですよ。じゃあ。はい。オタパチチームの人とせなつみです。あ、そういうチーム名。はい。そうです。オタっていうのは。なっちゃんと一緒に初めて共演した時ね。そう、初めて2人だけの連載企画があって、それのタイトルがオタパチって、オタパチクエストっていうやつだったんですけど。なんで終わっちゃったんですかそうですね、ちょっと雰囲気、多分弾あんま出さないで、あのミッションばっかクリアしに行ったから勝った記憶が一度もなくて、なるほど、そうそうそう、ガレッツさが出ちゃって、あ、なるほど、これはつって強制終了になった
ね、諸説ありますけど、はい、まあまあそうですね、トタパチということで今回久々の復活ですか。はい、おっと前回覇者ですから相方が。そうです、やばいね。そうですよ、はい、前回の覇者なんで。こう見えて強いんだ。こう見えて強い。こう見えて、いやもう楽しくパチンコ打っててなんか回転率とかあんま気にしないんでみたいな人に見えるんですけど、うん、結構ガチなんですね。回転率めっちゃ気にします。あら、あ、バチバチしてる。そう、もうバチバチしてるぞ。ふざけてるのは髪の色だけですね。ふざけてない。ふざけてない。全然いいじゃないですか。ピアスもふざけてない。何それ。ふざけてない。ちょっと待って、オープニングね、簡潔にって言われてるんで、はい、あ、そうなんですか。めちゃくちゃ長くなってんじゃないですか。言っちゃっていいですか。はい、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 お互いゆかりのあるライター同士がタッグチームを結成します。計4チームで全6試合の総当たりリーグ戦を行い、勝率上位2チームで決勝戦を行います。決勝戦を制したチームが優勝となり、優勝チームには優勝賞金が授与されます。最強タッグチームの称号を勝ち取るのは果たしてどのチームでしょうか、と。ここまでは、まあ、いつものタッグチーム、はい、タッグ決定リーグ戦なんですけども、この後の個人賞変更がございました。前まで、ハマリ賞っていうのがあったんですけども、はいはい、そこが変わりまして、最優秀さだま賞とお座り一発賞、あと MVP、なるほど、はい、でお座り一発賞っていうのが、着席して早い回転数での初当たりにはお座り一発ポイントを贈呈、うん、回転数は確率分母の10分の1括弧四捨五入までが有効と。そのポイントが多い人が、そうなん、はい、個人賞かなと。割といけるかも。あ、いけます。あれ、はい、おスイッチ得意だもん。あら、ね、こっちやってたから、うん、うちらや本職なんでおスイッチの、はい、あら運でしょ。運が味方になっちゃってるんで。あ、そういうことね。あ、そういうのはね、あるでしょうね。え、でもすごいいいね、うん、はい、っていうことになってますんで、まあ、ハマり賞なくなったっていうことは覚えておいてください。悲しい、はい、あ、前回取ってたもんね。前回取ってるわ。確かね、前回一番ハマってる。優勝してハマり賞を取ってるってことは、つまり相方に恵まれたってことだよね。ですね、ですね。あなたが強いわけじゃないの。チョビさんがすごかった。いきますか、はい、じゃあ我々はコンビ名は、まあ、実戦終了までに。長い話ですね。確かにチーム、確かにチーム、確かにチーム。僕だって確かに知らないんだよ。そうですね、何それ。片方だけ知ってる。終わるまでに、いや、いいんだけど、それちょっと一部見てもらって、はい、いや、僕実戦中何やってんのよ。でもね、さっきあのかませ犬じゃねえっていうね、チーム名、あれ俺だけ聞いたの。いや、なんかね、いいんじゃないかと思ったんですけど、はい、まあ、じゃあ最後までね、じゃないチーム、うん、梅さん分かりました。大丈夫かな。ということで、まあ、だいぶ長くなりましたけど、はい、編集でうまいことシンプルに簡潔になってると思いますので、はい、ではあとは実践で、はい、出玉で語ってください、はい、ということで実践スタートです。見間違い、見間違い、はいはいはい、どうする。俺を見間違いって呼んだら初めて呼ばれたんですけど、どうします。キツーさんの好きなやつでいいですよ、何でも。だから考え方としては、はい、守る、なるほど、はい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 、はい、初戦だからちょっと様子見るとか、はいはい、ヒズさんって初戦だからこそ行こうとか。ああ、なるほどね。どうされてるんですか、いつも逆に。いや、毎回違いますよ。おいおい、今日はどんな感じ。その日の天気とか。天気関係あるんですか。季節とか、季節も、はい、なんで微妙に調整変えてるんで。ああ、そうなんですね、はい、あ、そういうのあるんですね。なんなんですか今日は。いや、でもどうしようかなと思って。ノープランなんじゃないですか。じゃあ分かりました。えそうとも言うんですよ。それじゃないですか。じゃあ僕もなんか適当になんか。いやいや、だけどそこちぐはぐになっちゃ嫌だなと思って。確かにそうですね。お互いが攻めるってなったら攻めるし、お互いがちゃんと安定を求めるってなったら安定求めるし。じゃあ僕は攻めましょうか、なんか。で、攻めます、はい、で、おそらく向こうはガロの島に入ってきたから。わかりました、わかりました。攻めるんだと思うんですよ。わかりました。じゃあ僕も攻めますわ。じゃあ僕も攻めるか。お、あ、それしかないですね、はい、じゃあ3、1、9勝負、はいはい、全然季節とか関係ないじゃないですか、温度とか。どういうことなんですか。たまたま今回は。たまたまなんですね。そうなんです。じゃあそれで。わかりました。ただ一つ言えるのが、ガロの島行ったけどガロ打ってなかったらすいません。ガロの島抜けて、確かわかんないですか、ね、アグネス座ったら。ね、変えましょう。途中から間違えたってことなんで。間違えてますか。途中ちょこちょこ相手チームの、はい、様子見ながら。そうですね、はい、わかりました。初めは3、1、9で、はい、はい、3、1、9で、はい、はい、あとコンビ名、はい、コンビ名考えたとか。僕も考えたとか。わかりました、わかりました、コンビ名ね。コンビ名大丈夫です。行きましょう、319と。隣の方はね、ちょっと座らないから。これでいいでしょう。 OK、 いいでしょう。 OK です、いいでしょう。じゃあ、あえて僕もこれにしよう。ただお給み5が
出てる頃に何やってんだみたいな話ではあるんですけど、どっちかが当たってなんかいい感じになったらね、あの199とかに移動したりもできると思うんで、朝一は同じ機種で、向こうもおそらくガロで同じ機種ということになってますんで、スタートはこれを2人して打っていこうと思います。はい、ということで、私となんちゃんは2人して、ガロに座りました。私前回打ったのがちょっと前なんで、まだね、あまり触ってないんで、すごく王道なパターンもあまり見れてなくて、わからないところいっぱいあると思うんですけど、出玉で見せようと思うので、はい、頑張っていきたいと思います。で、前日が700以上ハマっていたんですよ、なっちゃんが調べてくれて。713か14ぐらいだったんで、で、しかもランプ見たら、据え置きっていうことだったんで、大チャンスだと思ってるんで、頑張っていきましょう。はい、というわけで、ガロ打っていきたいと思います。今日こそはマカちゃんで5万発出したいと思います。もう自分の目標を達成に向かって、もうタック関係なくなってきてるかもしれないけど、まあね、出せば勝てるし、まあ、遅い位置も決めたいと思います。からミドルだったら遅い位置ポイントは320として32回転までに当たりを引けば、もう漫画パチンカーはね、おスイッチの申し子しかいないと思ってるんで大丈夫でしょう。ミサオちゃんとうちと、まあ、ラギオもいるけど、おスイッチは大得意な。さあ、しょっぱなからちょっとね、いろいろ動いていきますけど、本当にね、申し訳ないです。あれ？あ、やっちゃったかも。じゃあ、ケイチの漆黒の方でちょっと、はい、すいません、漆黒でお願いします。これ絶対これ、なんでそんな怒ってるんですか？なんですか？同じ機種、打ってて、はい、やめる際、はい、ちょっとでも身内、はいはいはい、ましてやね、はい、パートナーという意識が働いてたら、はいはいはい、一声声かけますよね。そうそうでした。でもまだなんていうんですか、その初手で何の台を打とうか決めてるところだったんです。あ、なるほどね、はい、でも一声確かに言わなかったのはちょっと僕が悪かったなと。で、今僕北斗じゃあ8行こうかなと思って、はい、行こうとしたらもうここにいるし移動されてるっていうそういう気持ちにもなってるんですけど、完全に巻いてるスタイルですよね、ちょっと逃げてる。いや違う違う、俺逃げてないですよ、全然逃げてないです。いつだって引き強さ見てます。はい、じゃあ相方が引き強さんですっていうオファーがあった時に、はいはい、こそっとさ、いやあの人ちょっとっていう風に言ってくれた方がこっちも傷つかないし。いやいや、ごめんなさい、なんで僕の行動でそういうことをちょっと察するんですか。違いますよ、これちゃんと引き強さんと一緒に打ちたいです。いつからえ、いつからいつから嫌なの。え、そんな話になってるんですか。僕全然嫌じゃないですよ、引き強さんのこと。キセルさんのことは大好きです。まあ大好きだったとしたら、まあ行動と言動が一致してないなと思いますけど。いや、ごめんなさい、僕もこれ打つんで。あ、そう、本当ですか。じゃあ、はいはい、ここでようやくあれじゃないですか、あ、そうなんです。もう僕大動してないですから、ほとんど。嘘じゃん、はい、するでしょ僕はするよ。あ、なんかするんじゃないですか。行きましょう、いいんすか、漆黒で行きましょう。さあ、ということで3代目キセルさんの横でね、ちょっと漆黒やっていきたいと思います。はい、全部下げていく。ああ、あんなんドドドドドなんていうの、なかなかドドドドなんて、なんだこれ。あれ、やべ、すみません。あれ、人さんより割といいやつが来ちゃった。あれ、あちゃー、あれ、まあ、なんでもないですよ、僕でもそうでもないと思いますね、本当に。まあこれでね、一刀両断になっちゃうわけなんですけど、赤いね、ボタンでこうなるもん。あら、いやいやいや、そんなことないです。何なんですかね、これ。うん、俺も分かんない。あれ？あれ？これなんか金の、あれ？そっち行っちゃいました。いやいやいや、そうそう。あれ？いや、でも本当、キセルさんと。もう一度行っちゃっても。いや、一度行っちゃってもそうですね。一度行っちゃってから。なんだっけ、あれ、キセルなんちゃらみたいなのが出てくれれば本当にいいんですよね、だから。こうなったら。はい、こうなったらもうキセルなんちゃらっていうのが。
あれこれなんですか、これ、これは馬軍なわけじゃないですもんね、一応軍よね、それもね、はい、うん、で、あれでしょ、あ、別に なんちゃら出なかった、あーでも今のとこだけだったかな、あともう一つ二つ三つ四つ五つぐらいなんかチャンスアップが来てくれればいいんですけど、もう一回はいからのガチャンってのはないんですね、うん、いや金コメントだけ嘘でしょ、こっからなる嘘でしょ、絶対当ててください、いや、めちゃくちゃプレッシャーかかってきちゃったじゃないですか、そうでもなかったのになんか最初、まあ、僕も涙桜行ったんで、おい当たるんですかねこれの、おいおいおい、これ避けられない、いいですか、じゃあ行きますね、あ本当に当たっちゃった、すいません、本当に当たっちゃいます、ムムさんが相方で良かったな、やっちゃった、いやいやいや、さっき自分の台が良かったって言ってたじゃないですか、すいません、なんかごめんなさい、まあ翡翠さんもねすぐ追いついちゃうと思うんで、やっぱりはい、さすが、あちょっと押す位置ってわけじゃないね、そうですね、確率分母の10分の1超えちゃってるわ、そうですね、いや超えてないでしょ、え、なんて言いました今、確率分母超えたって言いました、確率分母の10分の1を超えた、あー10分でしょ、算出方法が10、あーそうなんですね、3回転早かったらあのポイントもゲットできた、マジっすか、3回転早いってことは今からはちょっとできないですもんね、これちょっと僕ゼロ回転から座ってるから、これもし入れるようなことがあったら、いや本当我がチームやばいですよ、まだチーム名決まってないですけど、これ大変ですよ、おい行きますよ、いや本当ですか、これちょっとやっちゃったやばいやばい、やっちゃいました、すいません、勝ったなこれ、いや勝ちましたね、とんでもない色に変わるなんてことはなかったようですと、やべやべやべ、あ、これここだここだ、なっちゃん先生が見てるときに当てていくスタイル、はい、来た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 、縄文、はい、これ当てるやついますよ、じゃあ行きますね、俺ちょっと止めちゃいますよ、すいません本当に当たっちゃった、本当に当たった、本当に当たる、2400大当たり、はい、あらちょっといつもと違う、そして7になると、はい、やばいやばい、100回転のね秀吉に足蹴にされるかどうかまでいかないでした、当てるのがやっぱり、いやいや、そこが精神衛生上いいっすよね、はい、あもうあの縄文保留みたいなの来ちゃった、あれあれやっちゃったか、やっちゃった系ですねこれ、はい、あこれ縄文だからその演出じゃないのか、なんかやっちゃった系です、俺もあんまりよく分かってない、はい、やっちゃった系です、いやよく分かってます、これ意外な、はい、縄文です、あめっちゃドアップ、やった勝ちました、はい、めちゃくちゃ信頼度高いやつ、いやとりあえずね、あっちゃカットインまで来ちゃった、こんなの当たりますよね、当たりますよね、はっきり言ってもう才能の塊いや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 、すごいな、なんかちょっと全然あれね、最初言ってたのと違う、順調ですね、こんなに順調な滑り出しも素晴らしいんじゃないですかね、ちょっと自画自賛しちゃいますけど、いい、なんですかこれ、あ7がね今止まったってこと、うん、なにあいあいあい What? なんすかこれ、これあんまりねこのモード知らないからあれなんですけど、やばいやつなんですかこれ、それはそうですよね、あれリーチになるだろう、鎖でしょ、やった赤帯、赤帯、おい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 、いるでしょ、いやー不在なんですね、
いやでもアクサリはスースいい年かーすいません鎖やっちゃうんすね。あそこ8点かやっちゃった。はい、やっちゃいます。もう分かってんのにね、なんか7-7分かってんのにやっちゃってる。あれ赤とか俺こんなのいやそうなるでしょう。松風赤とか縄文うわマジか。リンケージ来ちゃった。あいたたたたた、やりたい放題やばすぎ。じゃあ行きましょう。はっ自信満々に押したら外れた。でもしかし開いちゃうんすよね。はい開いちゃうんすね。開いちゃいました。はい、それで1万発やりました。嘘早くないですか赤堀。そんな赤堀って早く来ます。あいたたた、なんかすごいですね。爆弾が来たりいろんなもんが来たりとか。ただタイトル普通鎖ですね。鎖が色でしょ。鎖の色、保留の色は完璧。あとは鎖の色きたー。赤穂赤鎖はーということで、これで正式に1万発をね超えたということで、今9713発なんで。はい、やっちゃってるな、やっちゃってるわ。ありゃーやりたいだけ当てていく、どっちなのか。これなんか秀吉がなんかあれでしたっけ。大丈夫なように。あーダメだ、怒ってる。だが継続しない。はい、ってことであっさり終わってしまったということ。6連チャンでした。さあ、ではちょっとあれ見ますか。12039発ということになっておりました。はい、やりましたということで。交流来たこの音好きいきなり来る、当たってほしいな。今のところガロ保留は外れてはない。あいよあいよ、ガロクロックで当たる可能性ありますね。いっちゃい、あ行かないか、行かないんだ。いや当たって欲しかった、ドキドキするわ。なんか微妙くない、微妙くない、これといってなんですけど。まあアニメは経由して絆はストックするのかな。しない、ここでパーフェクトフェイスオブガロ出てほしい。出ないとちょっとやばいな。頼む頼む頼む、もう一回。あーちょっと厳しいな。融合体ホラーでしょ、せめて2番目のお菓子。
レインボーとか出て赤でもいい。弱い、これはちょっとやばいな。やばいな。ガロ保留だけで押し切れるかな。押し切れる時もあるんですけど、これはやばい、厳しいでしょう。カキーン、はい、悲しい。ちょっとね、不安だった、かなり不安だった。復活もしないね。うわー、やべえの外しちゃった。やばー、つらー、やばー、つらー、やばはい。ちょっと15,500円、だいぶ、ね、ちょっと打ってるスペックの割には投資加算できた、やばいぞやばいぞというマイナスな感情に心が支配されかけてきたところで、この保留、これ外れたらもう僕は寄り所がないです。さあ何来る、あ、カンナステージ2行こう。あ、当たりましたね、あの六図柄天杯ということで、ね、SP に発展した時点で当たっちゃうんじゃないっていう。問題はもうこの後、いやいや、やっと図柄揃いですわ、ね、テロップ赤に昇格、トータル15,500円なので、まあ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 、入れば全然一発でトントンに持っていくことも可能。ボタンはなかったけど、これはね、当たります。50.1% の壁乗り越えられるか。乗り越えて、ムムさんは乗り越えたよ、初回から。しかも319で相方がね乗り越えて、僕が乗り越えない。しかも投資もね、もう桁違いにいってるわけで、いやーよかった。
へい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 もう、あ、いいじゃないのよ。さあいつか当たるでしょう。うわー早いんだな、もう。いやー色変わろうね。これじゃちょっと自慢しにはいけないな。あーよかった。あー危ない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 。ちょっとやめてよ、もう本当にドキドキさせんの。あの、もうこの業界にいながらにしてメンタルの弱さかなり、なんですかね、能力の低さありますんで。あー、よかった。嘘でしょ。なあ、いやーよかったな。大事な初戦なんでね、ちょっとここでミムちゃんと僕の間でこうなんですか、格差みたいなのが生まれると今後やりにくくなるんで、ちょっと良かったな。まだちょっと本気の笑顔は出てこないです。これがあの狂気で4000超えてきたらもう自然と口角が上がってくると思うんですけども。いいよ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 。上手だな。うわ。ちょっとダメな匂いがプンプンしますよ。準備完了だ。最高の一撃で。大工の源さん、はい、ハンドルを左に戻してくれ。ちょっとね、あのプラスに転じるというところまではいかなかったですけど、まあまあまあそこそこ行きまして3450玉ほど行きました。ほぼ
ほぼトントンみたいな感じですけども、ムムさんの様子見ていきましょう。僕今原産ライト、わお硬い勝負っすね。で、今マイナス300玉ぐらいプラレンチャンしたってことですか。うわすごっ、持っていくことができた。めちゃくちゃレンチャンしましたね。じゃあありがとうございます。どのぐらいレンチャンしたんですか。興味あります。いやありますよ。12連ですね。うまいっすね。安心しました。心配してなかったですいやいや、すげえ心配してましたよ。どうなのかな、ずっと無視されてる気分なんですけど。なんでそんなことないですよ。ずっとお気にしてますよ本当に。仲間だと思ってくれてますよ。いや思ってますもん。だって僕向こうで今ガロ打ってる2人もずっと気にしてますもん。本当ですか。どうなのか、はい、あの2人。分かんないっす。ムムさん。何ですか。手出ますよ。いやいやごめんなさい、分かりました。そうですよね、そうです。穏便に行きましょう、穏便に。あのでも本当にあのいい勝負だと思いますよ今。いい勝負。はい。ちょっと待っててください、ね。はい。はい、すげえいい勝負だと思います。ムムなんすか。ムムなんすか。ゼロゼロだよ。当たってなかったんすか。当たってなかった。あ、どこら辺がいい勝負なんだ。そういうそういう風にさ、はい、ちょっとそれっぽいこと言って、はい、ごまかして生きてきてるんですか。そうです、確かに通用しませんよ。何の話してるんですか今。ちょっとやめてください、僕に攻めるのちょっと本当に。いやでもまあ、いい勝負だとかすごいじゃないですかって何連したんですか。、はい、これもうテンプレートのように頭の中に入ってるでしょ。それを引き出してるだけだって。さ、はい、ね、なんとなく確かに。ごめんなさい、何の反省がしてるんですか僕ちょっと。ね、はい、たまれたからいいでしょって言い訳ないだろう。はい、はい、すいませんでした。ちょ、ごめんなさい、なんで怒られてるんですか。だからちょっと。まあまあでもね、本当にタッグですから、はい、勝利目指しましょうよ、はい、本当に。まあね、はい、かなり有利なんで。今有利ですよ、ゼロゼロよ。いけますね。向こうはね。まだ U タイムもね、わかんないですけど。いやそうですね。はい。スルースルーしよう U タイムも。ありますからそういうことも。そういうことも。全然ありますから、はい。うん、どうすればいいですかこの後。いやもう本当に規制さん、僕らチームもう何でもやってもいいと思います。もうそこら辺はどうぞ。有利ですもんね。もう有利ですもん、もう好き勝手やっていいと思います。はい。好き勝手。自由に。はい。もうスペック上げても下げても。いやもう何でもいいんじゃないですか。ステイでも大丈夫、休んじゃっていいんじゃないですか。オッケー、もうじゃあ俺もちょっともうほどほどにやったらほどほどなとこ行くんだ。もう全然、はい、好き勝手やってくださいよ。余裕だもん。いいんすか。初戦は勝った、やりましたね。まだ前半戦も終わってないけど勝った。もういいですかね、勝ち確って言っちゃって。いいんじゃないですか。勝ち確でしょ。いいよ、勝ち確です。勝ち確でしょ。じゃああのカメラに向かって行っちゃいましょう。せーの、まだまだ分かりません。はい。いやいやいや、そう言わないところ、この後見ないかなと思って。まあそうだね。すいません、僕の配慮が足りません。いやいや、とんでもないです。僕もありがとうございました、本当に。でも勝ちそうね。勝ちそう。うんうんうん、ちょっといけますね。じゃあ頑張りましょう。はい、はい。じゃあまた、まだちょいちょい様子見に行くんで、また、はい。行ったからね。ちょいちょい様子見に来るって。ちょいちょい行ったから、ね。ちょいちょい様子見に来ます。はい、待ってます。本当です本当です。はい。います。います。よしよし。私のやつってさ、710何回だったよね。うん。え？300ちょい。あれ嘘。多分ミサオちゃんの右隣が700だ。あ、そうなの？なんだ、聞き間違えてた。ごめん。なるほどね。だからうちずっと見てた。あ、ほんと？隣だって。お隣だったらしい。なるほど。さすがに多分700は落ちてないよね。だからなんでだろうって思ってたの。そういうことか。入んないなって。うん。おかしいって思ってた。必ず戻る。でもさっきと違うのは入賞時に光ってることかな。このコヨコヨしてるもんね。さっきなかったもん。緑か。お、あった。
はい、ガロって書いてある。あ、これめっちゃ熱いやつこれ熱いやつよ。おこれさっき見た熱いってすり替えたったやつ。え、何パーって書いてたかな。60%ぐらいあった気がする。何パーだったっけ。あ、やばい、忘れちゃった。最低でも 60% あった気がする。あ、王子様の方が多分熱いのかな。何パーのかもしれない。やばい、弱いの選ばれたな。弱いのかないや、わかんないな近いんだけど。青いよ。さっき青からさ、パーンって赤になったじゃんね。でもなんか、さっきなかったよね、このテロップ。白いけど、テロップ。高く吠えろ。ボタンとかないの。あ、あ、一ある。あ、なんでなんでなんか足りないのあった。あのあれあれは分割、分割たくさんだろう。え、復活しました。え、昔はさ、復活はさ、マカちゃんだったんだけど、なくなっちゃったかな。もうなくなっちゃったかしら。からのお願いします。私あと何回転かなって調べてたんですよ、さっき何回転ってなったら当たるのかなと調べてたんだけど、まあ一応でもこの当たり中、大当たり中にも昇格というか、まあ入ってったよ実はみたいなパターンもあるもんね。これだから困っちゃうよね、正直ね。どうする、やめるか。いや、他の台の様子を見よう。姫どうした。あ、これ他の人が当たった。あ、いやでもなんか持ち玉あるみたいで。私の10倍ぐらいあるやん。あなた当たったんだ、やっちゃったんだ。あ、でもライトなんだね。まあまあまあ、そこはまあ何ですかね、あえてライト、もっと正直に言うともう余裕だからライト。いや、もうはっきり言って勝ったなっていう、そういう状況なのよ今。私が何しに来たと思ってんの。徘徊でしょ。単発引いたことがショックでいても立ってもいられなくてもう歩くしかねえって。で、外の空気吸いたくて。違います。何何、須田パワーをもらいに来たんですよ。須田パワー。あ、ちょっと触れるのは、あ、大丈夫そういうことじゃない。それ やんなくても弾出てきたから今まで。いやいや、でも触れた方がもしかしたら。あ、いや、うん、大丈夫です。コロナ禍が憎い。いや、コロナ禍じゃなくても関係なく、関係ない。そうなの。関係ない。あげられませんよ。僕だって余裕じゃないんだから。スダパワーをもらってあっちに戻って、もう一回。これが当たったらもうスダパワー行列できますよね。パチンコ屋さん行ったら。いや、でも相性の問題絶対あるから。なるほど。舐められたもんですね。あなたは今日。さっきのあたりが唯一の見せ所で終わるでしょう。私が隣に来たらとんでもないことになっちゃう。いやー、それはとんでもないことになっちゃうかもしれない。私が須田さん精神的に削られそう。いたらめっちゃ溜まれちゃうよ。めっちゃ だからあえて離れてる。あ、離れてくれる。 ありがとう。あえてだよ。すいませんね、なんか勝たせてもらっちゃってまだわかんないじゃないですか。言いたいことは以上でよろしいですか。まだわかんないから。ちょっとね、弱気な感じが言葉の端々から感じ取れるよ普段の強気なミサオちゃんじゃないね。今すごい焦ってるもん。焦ってる。弾持ってんじゃんと思って。そうなのよ。ショックだったでしょ、この14って数字結構は連チャンしちゃってるじゃんと思って。もうトントンだから。それでもまあまあまあ浮いてはいない。まあまあまあ一応
その情報はお伝えしておきます。はい、ありがとうございます。まあまあ、せいぜい頑張ってください。